今日は今から映画監督の篠田正弘さんをお招きしまして、戦後70年今を語るということで、篠田監督には以前ここでゾルゲという、監督がお作りになった作品を社会で、上映していますけど、そのゾルゲ問題についてご自分の作品の中で何を描こうとしたのかを含めて戦後70年についての思いを語ってもらうということにしております。私は今日の進行役を務めさせていただきますトークラブ企画員でテレビ朝日の川村と言います。最初に篠田監督の方から実際に映画の部分をそれぞれポイントとなるべきところを映し出しながらお話をしていただいた上で皆さんからの後ほど質問を受けたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは監督よろしくお願いします。私は1931年生まれです。私が生まれた時に満州事変がありまして、小学校に上がったらシナ事変になりまして中学校になった時には大東亜戦争で戦争が負けた日中戦争15年は14歳の中学3年だったんです。そこから戦後が始まるんですけれど戦後とは一体何かというのは1931年から45年までこれを太平洋戦争というふうに戦後は一括してるんですけどいやその間に満州という国を日本が帝国を作り上げて傀儡政権をあそこに樹立してそれでシナ事変というのは中国大陸で日本は15年間毎年100万人の軍隊を動員して中国にいたという戦争があったのに太平洋戦争というタイトル自体が実はアメリカが戦争に勝った一番の首謀者であったためにあの戦争全体をパシフィック・ウォーというふうに名付けたっていうのはものすごい違和感を感じていました。私は、その後映画監督になるんですけれど大学に入ったら朝鮮戦争でそれで監督になったらベトナム戦争でそれで監督辞めるときはイラク戦争だったんですね。言ってみればそのいろんなエポックのところで自分 の, 仕事あるいは自分自身が何者かという問いが発せられてきてその都度私は私自身が何者であるかわからないまま引退することになりました。それでこの度記者クラブのご招待で話せということになった時何をもって私の映画史を語るのかということに大変困惑しましていろいろ惑いながら実は今も惑って何を語るべきかどういう筋道で語れるのかというのがもう未だに分かりません。もう太平洋戦争というタイトルであの戦争を語るんじゃなくて第二次大戦の一部として語るのかそれとも今復古調で大東亜戦争は正しかったという語り方で語るのかさまざまな形でこの戦後の時代を語るわけですけど私は1960年安保闘争の真っ只中で映画監督になりましてそれで2003年にこのゾルゲを作って映画をやめましたけれどこの間36本の劇映画を作った中で私の映画の職業人としてジャーナリストが出た映画っていうのは実はこのゾルゲだけだったんですね。尾崎穂積はご承知のように朝日新聞記者でゾルゲはフランクフルト・ツワイトングあるいはいろいろなゲオポリティックスやいろいろなドイツのナチス関係の雑誌や新聞のあれで契約やジャーナリストとして日本へやってきました。彼が逮捕された時に結局彼はソビエト第4部の軍事探偵であるということをきっちりと告白して自分のスパイとしてのソビエトのシンジケートの
自分の役割を大変正確に説明しているということに大変驚きがありましたけれど、いずれにしてもゾルゲ尾崎というジャーナリストが諜報活動をするということに、私は日本におけるジャーナリズムという問題はと比べて、この2人のどうして越境者として自分の祖国を捨ててスパイ活動に入ったのかという、そのバックグラウンドを知りたいと思いました。ゾルゲ事件を知ったのは小学校6年生の昭和17年です。昭和16年、1941年12月10日に真珠湾攻撃がありました。その時の興奮は忘れることができませんけれど、その翌年の6月でしたから、5月でしたから、私の家は朝日新聞を取ったものですから、そしたら、国際諜報団検挙さる、ゾルゲ主会日本から尾崎穂積と書かれてあると。尾崎穂積の原石が岐阜県白川郡、ごめんなさい岐阜県鴨郡白川村のだというんですね。私も義理の生まれで、同郷から売国道が出たということで大きな衝撃を受けました。もう小学校6年生になってましたから、まあ新聞記事は一通り読めたわけですけれど、そこにゾルゲという名前がありまして、私の父はドイツ美意で、自動車工場を経営してたんですけど、ミリングマシン旋盤機械の全てがドイツから輸入してたんですね。ものすごい見事な研磨と削ることができるミリングマシンだから、自分の顔を剃るひげ剃りもゾーリンゲンのカミソリを持ってたんですね。ゾーリンゲンのカミソリとゾルゲの名前がこう響き合って、私の中に生涯忘れることができない記憶をこの時持ったんですね。今朝何を食べていたかも、もう忘れ始めてるんですけれど、ゾーリンゲンとゾルゲの連携を私は小学校6年生の時に味わったわけですね。それからゾルゲが私にとって重要であるのかということは、戦後になって黒澤明が我が青春に悔いをなしで滝川事件とかゾルゲ事件の尾崎と思われるモデルを扱ったりしているうちに、私にとって戦後史というものがようやく自分の中に入ってきました。私の映画で歴史的なデータ日付があるのは瀬戸内少年野球団という映画です。この映画を撮った時、昭和20年8月15日日本は戦争に負けたという少年のナレーションでこの映画を始めた時、私は否応なしに日本の戦後史を思わざるを得なかったんですね。ところが65歳過ぎた頃から、私はまだ生きている自分が何かやり残していることはあるんじゃないかと考えたときに、ゾルゲというジャーナリストが国家に背いて、尾崎が国家に背いて、ドイツや日本を捨ててソビエットという国に命を投げ出したと。このゾルゲというのはどうやって国を捨てたのかと。尾崎はどうして日本人であるということの自覚を忘れたのかと。それを私たち映画監督にとって昭和史というものを描くのに、彼らが命を投げ捨ててもいい、国家を裏切ってもいい、共産主義というものに熱中したということにどうしても向かざるを得なかったんですね。まあ、考えてみれば20世紀は1917年のボルシェヴィキのモスクワでの革命運動に始まって、1989年のベルリンの壁の崩壊までのもうこの70年間ですか、この間に20世紀は共産主義運動というものを抜きにして、これを外すわけには、歴史を語ることはできないなと。ということはゾルゲ尾崎という人から見て、一体
どんな日本が見えてたのかということが私にとっての大きな興味になったわけですね。もう私の母が子供の時によく言いました。マサイロ、あまり勉強すると赤になるから、尾崎みたいになるから、糸律みたいになるから、あんまり勉強しないでねって言われたんです。まあそれにつけ込んで私は陸上競技をやる羽目になったんですけれど、勉強すると赤になると、日本の知識人は全部赤であると、それは日本だけに限らず、もうケンブリッジ、オックスフォード、イギリスのを代表する大学のメンバーシップの中にコミンテルが入り込んで、それで完全にオルガナイズされている。西園寺金閣さんもその一人、オックスフォードのシンジケートだったということが最近になって分かってまいりました。もうこの満州事変、支那事変のこの戦争の中で、日本は戦前1933年小林武二が築地警察署で拷問にあって叩き殺されます。まあ、この1933年という時代がある意味では日本中が震え上がった共産主義運動に対する弾圧の一種のピリオドであって、それ以後はもう完全に非合法化されてしまいました。で、尾崎穂積という人を調べました。尾崎穂積のお父さんは尾崎秀太郎、そして改名しまして尾崎穂積になった。穂積というのは秀、優れた、あの真実と書きます。穂積神道という平田神学のありようで、ものすごい古代日本の神話を、日本の国の始まりということを信じた一種の神道学派で、自分の子供に全部秀、穂積神道の秀をつけるわけですね。尾崎穂積の お兄さんは穂波、秀の波と書きまして穂波。それで尾崎、次男坊のは尾崎穂積は秀の真実と書く。そして下の弟は穂月と樹木の樹を書きまして穂月になります。有名な文芸評論家になられる方ですね。もう自分の家族全体、息子に全部秀をつけるということは、尾崎穂積という人は自分の血の中に日本古代神道を狂信的に信ずる極右での名前と、そして共産主義を信奉する極左の名前が尾崎穂積になっているということは、昭和における日本のインテリゲンジャのジレンマがそのまま尾崎穂積は名前を中に体現されているというふうに私は思いました。もう映画監督としての寿命がそんなない、自分の最後の仕事は何にするかと、65年の時にはもう今まで勉強してきて資料として集めてきた尾崎穂積を映画に撮ろうと思いました。尾崎穂積の一番最初は大阪朝日新聞社上海支局の通信員としての仕事で始まります。新聞記者がいらっしゃる中で新聞記者の働いている場面を映すというのは、映画監督としてものすごくね、不安になってしょうがないんです。いろいろアドバイザーを頼みまして、これはおかしくなかったか、この頃のフラッシュランプはこういうのでよかったのか、時代交渉は相当きっちりとやったつもりです。朝日新聞の上海支局というところもきちっと訪ねまして、そこがどこかの借家の2階だったということも突き止めて、その場所にも行って、それに見合った場所、これは中国の上海の撮影所が作りました巨大なオープンセットを借りることができました。彼らは私たちの台本を読んでぜひ協力したいということで、上海撮影所とのコラボレーションでこういう場面ができました。
もうこれを日本で作るということはとても不可能で、もうここでどうしても日中関係はうまく、我々としてはうまくやらなきゃいけないと思いました。ところがこれ題材は1931年の満州事変ですね。まあ、満州という国がものすごく中国にとっては遠い国だった、漢民族にとっては遠い国だった。東の恵比寿と呼ばれる遠い伝に書かれている土地であったわけですね。ところが近代に目覚めた清王朝にとって、この朝鮮半島を日本日露戦争で獲得した日本の侵略拡大政策というのは、朝鮮半島を守るには満州が生命線になってきた。欧緑光から攻めてこられたらひとたまりもないと。欧緑光を守るためには欧緑光の外に出なきゃならないというので、関東軍の石原幹事、あるいは板垣清四郎と呼ばれる関東軍の秀才参謀たちは満州の日本オキュパイドを考えますね。このことによって彼らは満州人を引き起こすことによって、板垣石原幹事は英雄になりました。私の友人でもある小沢誠二さんは、誠二という名前は板垣清四郎の姓と石原幹事の字を取って小沢誠二になっている。彼は昭和8年生まれだと思うんですけど、彼の名前は満州事変の侵略の名前が彼の名前に残っています。尾崎がコミュニズムと日本神道の根高だとすれば、小沢誠二は満州事変のヒーローたちの名前がそのまま残っているわけです。日本では満州を手に入れたということでもう大喜びして、日本は巨大な国家になったという自負心があって、満州国皇帝を天照大神の高祖高祖からの天皇家の一族にするということで日本まで呼び寄せるというような儀式を行いました。まあそういうことで中国にとってはものすごい国力になったんです。この頃中国は国民党政府が支配してたんですけど、蒋介石は自分の日記に国恥、国の恥と書きました、満州事変を。この怒りはものすごい暴動を起こして、デモを起こして上海でその嵐が吹き荒れます。この満州事変は中国人の屈辱ばかりではなくて、もう世界中に日本の侵略だとして非難の的になりました。まあ国際連盟は満州事変の事件を派遣して調査しましたけれど、日本の外相松岡洋介はこれを拒絶して、今国際連盟から脱退するという出来事にまで発展しますね。一番被害怒ったのは中国の、私がこのシーンを撮影してた時、上海撮影所が動員してくれたエキストラの連中に私がもっと強く鋭く日本を倒せと言ってくれって言ったら、中国の助監督がやってきて、そんなこと言って篠田お前日本に帰れるのかと、いや構わないんだ、日本は言論の自由があると大きな声で言ってやりまして、言論表現の自由っていうのはこういうことができることですと、そこで言いましたら、彼らは大変喜んで、もう喜んで大きなデモの声を上げてくれてたんですよ。もうこの中国人だけがこの満州事変の今でも忘れてませんよ。 9.18、 9月18日という日付、 9.18 にあれですね、上海や北京の女の集まるところで遊んでると 9.18 のルサンチマンを持ったテロリストが出てくるかもしれませんから気をつけてください。池田美智子さんという大日封鎖という本を書いた研究家がいらっしゃいます。日経新聞から出てるんですけど、これを読んだんですね。満州事変を聞いたコロンビア大学総長ニコラス・バトラー博士が突然
声明を発表しました。ニコラス・バトラー博士は20世紀基金、20世紀ファンデーション、日本のアジアにおける貧困がもたらしている難民救済のための基金をロックフェラーをはじめいっぱい集めていて、ノーベル平和賞をもらったばかりのニコラス・バトラー博士がステートメントを発表したんですね。日本の侵略は中国にも多大な難民をもたらすことであろうと、彼らにペナルティを与えるべきであると、そのためには日本からの生糸の輸入をやめようと、日本の生糸産業をシャットアウトすれば日本の農民300万人は食を収入を失うと、アメリカでも絹のストッキングを作る業者にいささかの損害を与えるかもしれないけど我慢してくださいと、このニコラス・バトラー博士のコロンビア大学総長の声明に火がつきまして、ロックフェラー、アメリカの大学研究家、一斉に反日ののろしを上げました。フーバー大統領夫人も私は絹のストッキングは諦めますと言いました。ニュース映画ではアメリカの女性たちが絹のストッキングが履かない生足にあたかもストッキングを履いたようなイラストを描いているというのを一生懸命写しました。在日華僑の在米華僑の中国人たちも実際にこれに応えました。ロックフェラー財団をはじめアメリカの財団も対米経済にペナルティを与えるべきだということに賛同しました。もうここで完全に日本のキートは絹のストッキングを履きたいアメリカの女性たちは絹のストッキングを脱いでしまったんですね。何を履いたか、ナイロンストッキングを履いたんです。もうこの頃アメリカでは レイヨンの技術が発達してて、絹糸に負けないくらい細い人権が作られるようになってたんですね。このキャンペーンに一層のナイロン製造者は拍車をかけたんです。アメリカは1929年の大パニックの後、もうみんなお金がないわけですから安い製品に飛びついたんですね。日本の生糸は全簡単にボイコットされてアメリカの市場から解体して後退していったつ、田中美智子先生の研究によるとこうですね、日本の生糸の輸出というのは昭和20年代は全貿易の 26% を占めている。もうこの数字は今でいうとトヨタソニーを合わせたような割合だと思うんですね。日本の生糸はお蚕さんと桑畑があればできるわけですね。これが外貨獲得の 26% を占めると、私昔黒澤明の用心棒という映画を見ました。用心棒になる浪人の三船敏郎に宮明がお前の名前は何と言うんだって言ったら、宿屋の窓をの外をちらっと見て、わしの名前は桑畑三十郎だと。もう私の少年時代どこを向いても桑畑があって、お米では天候不順でお米が打撃を受けるという極めて脆弱な植物だったわけですね。亜熱帯植物のお米が現在では北海道まで作れるようになったというのは日本のイノベーションの努力で、もうこんな寒冷地にまでお米が作れるようになったというのはものすごいことです。原発なんか作らないで完全に自然エネルギーので自前にしてしまえばいいものを、お米ではそれを やり遂げてるわけですね。ところがお蚕はこれは輸出品として日本の女性の農民女性のものすごい勤勉な労働によって生糸が作られる、お蚕さんが作られる、これが巨大な日本の利益を生んでいたわけですね。このボイコット20年代、1920年代には 26% だったのが1935年には満州事変以後では 15% に減り、37年には 12% に、日本の生糸の輸出は落っこってきます。もうこのことによって
ものすごい日本 の農村は疲弊します。朝日新聞の1932年の記事、1300万人の農民の 40% が養蚕で打撃を受けて、長野県の学童の20万人が昼飯をの弁当を持ってこれなくなったというふうに書いてあるわけですね。でそういう日本にやってきました。私はこの映画を作ってた時、篠田は全然登場人物の人間を描かないでコンピューターに夢中になってたと言われました。私はジョージ・ルーカスやジョージ・スティーブンスのジュラシック・パークや、もうアメリカでデジタル技術が映画に取り入れられているのはシリコンバレーとロサンゼルス、ハリウッド、サンフランシスコ等がジョイントして、もうフィルムで映画を撮ってないという時代に遭遇してた時に、日本のテレビは全然その実験をやらない。毎日車機で映像合成やってる。ハイビジョンになるとデジタル合成化と同じ状況になってくるわけですね。ピクセルという言葉があります。画素というんですね。皆さんがテレビで見られるのは50万画素なんです。50万という穴がドットが あるわけですね。ハイビジョンになって NHK が開発したあのハイビジョンカメラっていうのは、映像っていうのは200万画素なんです。でこのハイビジョンの200万のデータを1コマですよ、1コマ200万の画素ピクセルで作られていると。フィルムっていうのは一体どのくらいの画素かっていうの、2000万画素なんですよ。2000万画素、テレビが50万画素で2000万画素がフィルムですね。フィルムをテレビに映すと50万画素分しか映像として取り上げてくれないから、実は画面が4分の1にこう粗びてしまうわけです。だから今度はフィルムとフィルムを合成していくと、例えばこの銀座4丁目の昭和8年の交差点を描いてください、地下鉄もできてるから地下鉄の駅も書き込んでくださいなんていうのことになってくたら、フィルムでそういうのを画面を重ねていったら、デュープに次ぐデュープで、もう元も色も何も形もなくなってしまうわけですね。で私はハイビジョンで2000万画素の非圧縮技術が早稲田大学と NTT のが開発している圧縮技術、200万画素のデータを50万画素に落とす技術、それを開発しているのが埼玉県の本庄でやってるというのを聞きまして、それが終わってコンピューターが遊んでる、スーパーコンピューター3台遊んでるというので、その3台を使いまして私はこの映像を作る提案をしたんですね。私のスタッフはもうコンピューターで都電を描くのが一番楽ですと、人間を描くのもこういうふうに合成しても色褪せないでテレビはデータでいきますと。デジタル映像と今までのフィルムの違いは、フィルムはセルロイドにコーティングしてそこに光を感光させて変化するわけですね。これは化け学ですね。コンピュータグラフィックは電子によるデータで、全てが0と1のコンピューターのデータで分かれている。こっちの方は物理学ですね。化学のデータを物理学がどこまでコピーして、化学で化学変化を起こした分子レベルでの変化をデジタルの映像がどこまで捉えられるかということをやったわけですね。私はおかげでこの映画を撮ったら早稲田大学に呼び出されまして、理工学部と文学部をくっつけてこの両方のを備えた大学院が作れないかと言われて10年間お勤めすることになりました。で、
ゾルゲが東京に昭和8年ありまし現れました。昭和10年にはスメゾレが中国へ渡ってしまいました。ゾルゲは昭和8年から10年までの2年間に何をやってたか、私がゾルゲで映画を撮ろうと思った、初めは尾崎細美のをフォローしながら映画を撮ろうと思ったんですけど、やっぱりこの映画は ゾルゲで撮らなきゃいけないなと思った論文が私の手元に入りました。美鈴書房から発行された現代史資料にあるんですけれど、そこの中にゾルゲに関係する一切の裁判記録が残ってるんですけど、ゾルゲが、昭和10年ベルリンのゲオポリティックという雑誌に地政学と訳してありますけど、これはナチスの政治思想のキャンペーンの雑誌の中に、彼はナチス党員として東京からのレポートとして論文を送ってですね、その序文を読んでみます。日本の軍部地政学雑誌1935年第8月号ということでしょう。はしがき全文ですね。日本の目下の情勢はその近世史上最も困難な一つである。農業の苦境は日本国民の力と団結にとって重大な危険となり始めている。活発な工業景気と輸出景気は憂慮すべき矛盾をうちに表している。絶えず増加する軍事支出との渦に押し流されて国家財政は重大な危機に向かっている。さらに列強との外交上の困難な問題が山積しているが、これは大きな危険をはらんでいる。この重大な情勢下で日本には政治の指導者がいない。すでに多年来政府は内蔵する力もまた決意も持たない。軍部と官僚と財界との政党との諸勢力の混ぜ合わせに過ぎない。以前は強力であった政党も汚職と内部派閥の闘争のため政治的には全く退化し、国民の大多数から軽蔑されている。徐々に主導権を獲得した国家官僚は政党と軍部の間を右往左往して将来を託すべき後継者がない。ファシスト的または国家社会主義的な色彩を帯びた若い組織は少なくとも現在のところ絶望的に分裂している。しかも彼らが皇室を万物に卓越した崇高な国民の指導者として宗教的な尊崇を捧げていることは、現下の日本の実際的な諸懸案に永続的で大規模な解決を与えるような偉大な指導的人物を国民の間から生み出すことを困難にしている。あるいはまた彼らは中世的ローマン主義的陰謀にそのエネルギーを空費している。かつては他に類のない全能の元老、すなわち皇室の最も密接な顧問たちの団体も耐えようとしている。90歳に難々としている山陽事項はすでに明治天皇に仕えた偉大な元老たちの最後の生き残りである。注意深く日本を観察する人はこの対立と内部の不決断の状態はもう長くは続かないことを知っている。国内政治的に何事が迫っている。今日少なくとも唯一の目に見える勢力であり新しい進路を求めている日本の軍部は将来ありうべき内政上の変革の際には決定的な役割を演じることとなろう。この勢力を認識すべき時が来ている。これが昭和10年8月のゾルゲのオフィシャルな日本観察の論文ですね。ジャーナリストの文書、これと同時代の日本のジャーナリズムにこれだけの日本分析が書かれた記事は探してもありませんでした。この翌年の2月26日226事件が勃発します。昭和10年のゲオポリティックという書いた尾崎ゾルゲの2人が日本の農業問題を分析して、そしてそれを
まとめ上げたゾルゲの論文、日本の軍部がもう226事件の青年将校の放棄、これを予測しているわけですね。ここまでのことは別に特別なスパイ活動じゃなくて、実に新聞記者としての足で歩き、耳で聞いて、目で見たものが実はこのレポートになっているわけですね。私は現代はもうパソコンでね、ゾルゲスパイ団以上に僕はデータを収集してやれる時代が今来てると思うんですけど、昔はイギリスなんかでもサマセット・モームも M156 のメンバーだったし、アシデンなんていう小説もその体験から書いてるし、老人と海我がために金はなるの、ヘミングウェイもアメリカのスパイで、まずスペイン戦線の共産党運動から潰され観察してたし、アグネス・スメドレーのようなれっきとした左翼じゃないように扮して延安までヘミングウェイは行って、毛沢東とその共産主義運動の現実と可能性について考察しているわけですね。ヘミングウェイの自殺は愛するカストロの共産権と愛するアメリカ人のビヘビアと、その2つに彼は引き裂かれてライフルに自分の喉に打って死んだんだろうと。彼の自殺はコミュニズムと資本主義の間にあって、両方に彼は絶望したんではないかと私は思うんですね。それほど文学者と言われる人たちも実はアメリカもイギリスも動員して政治分析をした。まあここの中にもアメリカンロビー、あるいはチャイナロビーの人がいらっしゃるかもしれませんけれど、まあ私はジャーナリズムの持っている役割というのは、政治家の個人的な情報の持っている、まあ国会や料亭やなんかでこう紡がれてくる情報の持っているクオリティですね。そこには世界政治の大きな理想行方というものを見極めて、今自分たちが関わり合っている政治とのディティールとがどう結びつくかということについて、日本の議会にそれを求めても、政党人に求めても、私はそれだけの個性を見つけることができないなと思うんです。残っているのは、私は希望は日本のジャーナリズムだと思います。まあ日本のジャーナリズムはこれから南沙諸島における中国とアメリカの関係、その間ソビエトはどっちに動くのか、プーチンはどうするのか、これは昭和8年に日本にやってきたゾルゲが、日本はシベリアでスターリンの背後を襲うのか、それともアメリカの経済封鎖で石油がなくなってしまったらどうするんだと。この続きは今前編はこれ絹の物語でしたけど、後編は油の物語なんですね。私にとって太平洋戦争というのは油の物語、絹の物語は満州事変の物語と思う、中国大陸の物語だと。ゾルゲたちはここにステイして世界の最もカラミティなベルリンと東京に一番中枢部に入って、尾崎は近衛内閣、ゾルゲはオットー大使がいるベルリンの
デスク、テーブルに秘伝してくるベルリンからのトップシークレットを手に入れて、ベルリンと東京を一緒にできる素晴らしい情報活動の一番のパフォーマーになっていくわけですね。もう今日はこれ以上お話しする時間がなくなって、後編の油の事件 と私はもうそろそろ石油を今日の毎日新聞は山田隆夫さんが存立危機の事態ということで、集団的自衛権の自衛隊の派遣活動についての定義に、存立危機事態とは何かということを大変細かく お書きになっているんですけど、この中で私は今日思ったことは、アメリカが満州に日本が攻め込んだ、その後仏印に攻め込んだ、アメリカは蒋介石を補強しようと思って延焼ルートを出した、その延焼ルートを遮断するために日本は仏印に入った、フランスはその頃ナチスドイツに負けて、パリは陥落していて、植民地の東インドシナは完全にがら空きになってて、日本はビシー政府という傀儡政権、ヒトラーの傀儡政権と話し合いをして自転車でベトナムに入ったわけですね。まあこのことによってアメリカは決定的に日本は南方の資源を狙うと、太平洋戦争をやるに違いないということで石油の禁輸をした。前は絹のストッキングを諦めさせたんだけれど、今度は石油を諦めた。日本の石油の 70% はアメリカから輸入してるのに、日本のバカ政府はそれでも戦争をやると言ったんですね。でこの戦争は正義の戦争だというのを安倍は言ってるわけですね。だからポツダム宣言で間違った戦争だという文章を認めることができない。ここを全然インタビューしない日本の新聞は何をしてるのかと僕は思ってるわけですよ。ポツダム宣言で誤った戦争をやったことを認めて、石油封鎖だったらどうなったか、日本海軍、これは満鉄の資料を尾崎が多分調べたんだと思うんですけど、石油はアメリカの禁輸によってストックが海軍が2年、陸軍が1年、民間が1年というストック量だったわけですよ。もうこれで山本五十六が2年間は戦争はやりますけど、その後は講和に向かってくださいと言った一番大きな理由は、2年間は戦えるというよりじゃなくて、2年間は石油は持ちますけどというのが隠されてたと私は思うんですね。でこの山田隆夫さんの存立的危機感の中で、日本が石油危機を体験したこと、戦後もありました。石油に対するものすごいトラウマが日本政府の指導者にはあったために、原発によって石油エネルギーがやってこない時の存立危機事態に対応するために原発は維持すると言ってますけど、原発もウランを必要とする、従来はカナダ、イギリス、南アフリカから輸入してたんですけど、核燃料を永久循環させる高速増殖炉計画に展望がなく、もう高速増殖炉はもう使い物にならないと、原子力は自給エネルギーではないと、もう自然エネルギーに切り替えて、私は提案したいですね。まず今ドイツは原子力を封鎖すると、でも8基動かしていると、この8基の使用期限が切れたところで自然エネルギーに切り替わる。日本も原子力エネルギー5基を復活させなさいと、そいつを働いている間安く、ガソリン代が安くなる、原油が安くなる分、それを自然エネルギーのイノベーションに投下してくださいと。この間マグニチュード 8.1 という地震が小笠原で起きました。
マグネチュード 8.1 ですね。日本全土が全部地震計が動いたと。こんなところに原発を作るという指導者が指導者と言えるかどうか、私はもうここ危機存亡の時が来ていると思うんですよね。ゾルゲが昭和10年の8月号にゲオポリティックに書いた日本の危機が、今同じ危機をゾルゲと同じ論文が僕は書かれるべきではないかと僕は思うわけです。今日私はこの記者クラブで話をできるということは、私にとって唯一ジャーナリストが戦争にコミットした、コミュニズムが理想だと思ってコミットしたこのゾルゲと尾崎が今のコミュニズムの現実を見たら、自分たちがいかに徒労に満ちたことをしたかというすごい脱力感と絶望に襲われていると思います。この映画はその絶望で終わってますけれど、その絶望が観客に受けなかったと思っています。ということで、私の戦後70年ゾルゲの場合というふうに題して私の話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。どうも篠田監督ありがとうございました。篠田監督は現在、84歳という年齢ですけれども、大変、切り口の鋭い、内容だったと思います。監督自身、満州事変の年に生まれて、今のお話でもその後支那事変で、大学に入って朝鮮戦争あるいはベトナム戦争を経験され、第二次世界大戦の、ご自分の中における体験が自分の作品として最後にこのゾルゲを演出されて、映画人としての監督生活を卒業されているわけですけど、今ご覧になっても何か現在のある種の歴史に通ずるそういうものがあったんではないかと思いますけれども、これから質問に移らさせていただきますけど、最初に司会者の特権としてちょっと私の方から2問ほどお願いしたいと思うんですが、このゾルゲの映画に関してはですね、相当時代交渉もなさって、で、キャスティングに本木雅弘、さんを、尾崎穂積として、起用しているわけですけど、この映画の一番な作品としての中でですね、歴史とその若い人、本当にその戦前のことをよくある意味で分からない人も起用されたという中で、狙いとしてどの程度自分のその思いが伝わったというふうにお考えになってますか。映画っていうのは自分の頭で作った時には、一つの理屈、テーマと呼ばれる理屈の中で映画作ってるんですけど、映画を作ってしまうと映画を作らなかった、考えなかったシナリオだけで参加した俳優さんもいますね。その人たちと同じ次元で映画を作り終わった時には同列に並びます。それは本木雅弘を演ずることによって死刑になるというような恐ろしい体験は俳優は実感で持ってますね。僕は眺めて作ってるんです。そうすると映画は最終的に実感と知識というものがお互いに結び合って映画がやっと共有できるという局面に遭遇するんですね。それは今度劇場に映画がかかった時、観客と一緒に共有 できると。その観客がいっぱい来ることによって、この映画を作った監督はネクストが保証されるということなんですね。もう一つ私の方からお聞きしたいと思いますけど、監督は日本中国文化交流協会の代表理事もやられたという形で、この映画も含めて、今年戦後70年という形で、今の日中関係をどのように見ているかということで、あえて仮定の質問ですけど、
監督のこの36の作品の中で非常に前半部分よく出てくる脚本家としては寺山修司さん、それから後半司馬遼太郎さんの原作も映画化されていますけど、この寺山修司さんと司馬遼太さんが今存命であれば監督とどういうような提談といいますか、今の日中関係を含めてどのようなことを語り合いたいと思っておられますか。寺山は政治に絶望してますね。でも絶望してても人間の営みっていうのはむしろその悲劇の中で人間はたくさんの言葉を発見すると。僕が寺山修司と出会った時、彼は24歳の青年で、私の第2回の映画の作品をシナリオしてくれた。マッチする束の間海に霧吹かし見すつるほどの祖国はありやという言葉で彼はデビューしたんですね。私は彼はこれ18歳ぐらいの時だと、これマッチする束の間海に霧吹かし見すつるほどの祖国はありやと、憲法9条で育った彼ですよね。見すつるほどの祖国はありやと、もう短歌といえば私たちは元折の長屋吉田松陰の歌だったんですね。核すれば核なるものと知りながら山にやまれる大和魂っていうのが吉田松陰ならば、四季島の大和心を人とは朝日に匂う山桜花、その桜と朝日と太陽信仰と朝日とそして散るということで、もうそれはもう元になりながら作り上げた広告士官の一番の原点のイデオログになる。ところが戦後になった寺山修司、もう僕らは短歌が真っ平だと、海浮かば水浮かばでも真っ平だという戦後世代の、もう我が家なんか桑原武雄さんが俳句や日本の短歌は思想を語ることができないということで第二芸術論というふうにして日本の伝統の短詩系を否定された直後だったんですね。その時寺山修司が身を捨てるほどの祖国はありや、祖国なんて死後になってたのを彼は戦後世代として身を捨てるほどの祖国はありやと、我々は国家というものを失ってしまったと、憲法9条で国民っていうのは見えないんじゃないかと、一人の孤立した人間、まるでサルトルが発見した実存する人間は見えるけれど、祖国っていうものと切っても切れなく生きている人間にとって税金を払っている人間はそれによって産を成して少なくとも小さなファミリーを作った人にとって国っていうものがなくて、寺山修司や遠藤周作や石原慎太郎や大江健三郎のように自立した自我でフランス語や英語をペラペラ読めるというような自立した人間のインテリゲンチャの逃げ場がいっぱいある人にとっては祖国なんかなくても十分やっていけるんですけど、寺山修司が青森の海の青函連絡船の後ろ姿を見ながら見すするほどの祖国はありやというこの言葉を投げつけた時、私は伝統的な短詩系の中で、そして桑原武雄さんが絶対に政治を表現できないと言った時に私は寺山修司と組めると思ったんですね。もう司馬さんは私は暗殺という映画で清川八郎という人を描いたんですけど、勤労砂漠の中で両方彼がムーブして思想というものじゃなくて政治人間として暗殺されていく。昔は政治を理想として始めた青年がいつの間にか政治社会の中で勤労砂漠という中で政局を動かすことの喜びを感じて、まあ菅さんなんかそういうタイプですね。そして動かす喜びが政治であって理想とか人間の夢とかそういうことを見捨てるほどの祖国はありや、今の安倍内閣で身を捨てるほどの祖国を民衆は受け止めることができるでしょうか。ましてや海浮かん水浮かばで天皇のために死ねるでしょうか。もうアメリカが日本を守れないと分かったときに、
それはもう南沙諸島でもう証明されつつあるわけで、この時日本はどうするのかと。私にとって自分の今のテーマは、私がこのスピーチの依頼を受けた時、今の日本の若い映画作家のことについても触れてくださいと言われたんですけど、若い人は若い人で発見したわけですね。私は1960年、私の隣に大島渚という男がいる、左には寺山修司がいる、竹光徹がいる、もうそういう人たちの中から我々は我々の言葉を探していて、でも国家の不在というのが憲法9条によって生まれたということについては、憲法9条はアメリカが日本が決定的に天皇を衰退する代わりに、象徴とする代わりに、一切戦争させない、一切武装しない、これだけ武装解除して解体した日本だから、天皇制で日本は憲法によって、これは条約じゃないんですよね、憲法にした。昭和20年8月に負けて、昭和21年の元旦に天皇は人権宣言をして、すぐさま松本丈司による日本のドラフトが出されて、憲法のそれをアメリカのマッカーサードラフトに置き換えられて、この日本は武装しない、陸海軍は持たない、交戦権はない、これはね、日本のポツダム宣言の実現ですね。だから安倍さん読めたくなかったんだと、認めたくないと。我々はポツダム宣言のポツダム体制の中に戦後も生きてると、我々はアメリカに占領されてるじゃなくて、ポツダム宣言、ヤルタ協定、それらに全部署名した中国、イギリス、オランダ、この中国が蒋介石から毛沢東に変わったのは国連で認知されましたからね。だから国連はいまだにドイツと日本は敵性国家として許してないですね。私たちは今度は中国とどう付き合うか、私は日中文化交流協会の人間ですけど、私が反中国の政治批判を起こすと、中国で今まで培ってきた友人に難が及びます。私は中国問題についてはとてもデリケートな立場にあります。でも私が1978年中国に行った時、人民大会堂で、商務委員長の梁少奇委員長が我々を迎えてくれまして、篠田君、君が作った映画離れ小僧おりんを中南海でみんなで見たよと、盲目の女芸人がさまよう物語だったけど、私は浙江省の出身で、浙江省では子供を、貧乏な家の子供は子供の時にもう目つぶして目くらにして、それで乞食にして食うんだと、こういう映画を中国でも作りたいんだから、君は中国に残って、もう東京に帰らないで中国に残って中国に映画の教えてやってくれないかって言ったら、いいえ、中国には5000年の伝統があるから私ごときが教えられない、伝統がダメになったから言ってるんじゃないかって言ったら、いいえ、私は伝統が生きる、源氏物語に生きているから、私は近松門左衛門も学んだから私が今映画監督としていられると、君は僕が学んだ早稲田大学と同窓ではないか、同窓のよしみを持って北京に残りたまえとさらに言うんですよね。そうしたら私はこう言いました。中国は5000年の歴史からある時ただキャメラを出してそのまま映せばいいということに気づくはずです。そういう映画作家が当然現れます。5000年の中国の歴史にもそういう芸術家の列伝をいっぱい私は読んでいます。うん、そうか、諦めた。
私はそういう中国と出会っていますから、今なおそういう中国を信じています。ありがとうございました。それでは会場から質問を受けたいと思います。所属と名前を言ってください。じゃあどうぞ。一番最初。個人会員の川北です。今日はどうもありがとうございました。先ほどのお話の中で隣に大島渚がいてというようなことをおっしゃいましたが、その要するに松竹ヌーベルバーグのことについてちょっとお聞きしたいんですが、松竹ヌーベルバーグと一般に言われているものは篠田さんと反響で言葉がよくつかめない。はいはい、じゃあもう一度言います。耳が低音がつかめないんです。はい、松竹ヌーベルバーグについてお聞きしたいと思います。はいはい、で、一般に松竹ヌーベル、前からもうちょっと離れてください。はいはい、で、一般に松竹ヌーベルバーグと言われているのは篠田さんと、あと大島さんと吉田喜寿さんとですね、あと二人、石戸敏郎さんと田村勉さんもいると思います。はい、まあ、田村さんは一作しか取らなかったし、石戸さんは多分確か一作も取らなかったと思いますね。ただ脚本はいっぱい書かれたんで、おそらくこの5人が中心だと思うんですが、本家のフランスではですね、いわゆる撮影所システムとはあまり関係ないところから、もう少し離れてください。はいはいはい、本家の肉声の声が聞こえます。はいはいはい、じゃあですね、はいはい、本家のフランスではですね、あまり撮影所システムとは関係のないところから出てきた人が主にヌーベルバーグを担ったわけですよね。ところが日本の場合は、まあ、そうではなくて、既存の撮影所システム、撮影所、で特にそれがですね、東映とか大映とかニッカスというね、戦後派の映画会社ではなくて、松竹という戦前からの古い伝統ある映画会社の撮影所システムから出てきた、この理由は何でしょうか。わかりました。フランスヌーベルバーグ、フランスワトリフォーとか、ジャンルク・ゴダールとかっていうのはシネマテイクへ通って昔の映画、サイレント時代の映画をいっぱい見て、その映画についての感想を書くために彼らはマガジンを作りまして、批評のクリティックから彼らは出発しました。まあ、その中で彼らはニュース映画の持ってる表現力というのがドラマに有効であるということ、そしてキャメラが手持ちでそれが捉えられているということによって生々しい現実感を映画が持てるということで、今までの撮影所スタイルの映画から実は離脱できたというのは、撮影所で育たなかったためにフランスヌーベルバーグという和法スタイルというものがトレンドが生まれたと思います。私たちがヌーベルバーグというふうに言われてますけど、3人が一緒に写ってる写真というのはまず探すのは無理だと思います。吉田喜寿はある時撮影所で私を呼び止めて一緒にお茶飲みながら、篠田さん、大島の映画どういうふうに見える、彼はすごい独裁的でファッションだよね、あの映画は、もう彼の政治的なドグマっていうのは吉田喜寿のようなインテリゲンチャーとってはたまらない、その粗暴な映画に受け取ってたと思います。で、大島は僕にこういう辛辣なことを言ったんです。篠田、お前の扱うテーマはいいけど、お前のは全部洗練されてて訴求力がないねっていう。大島は、まあ、実にこう政治的なアピールを大胆にやってたんですけど、私は寺山修司と組んで五七五の日本の文学の伝統のパロールからスタイルからどうやって現代言語に移るかと、私の中では森鴎外が一番最初フィクションとしてドラマを書くということがあったと思うんです。ところがそのフィクション、時代物をいっぱい書いてるわけですけど、次第に彼は歴史離れから即歴史に移って、今でいうドキュメンタリーになったんですね。渋谷仲裁で、ね、なんか三笑大夫やなんかはまさしく歴史離れの物語を書いてたんですけど、すると彼にとって森鴎外のような教養人にとって一番最初舞姫を書いた時は七五調の
画文と呼ばれる古文のスタイル、イタセクサ術からもう完全な公文一体、言語原文一致の文章になっていく、そういう文体の体験をしているわけ。そう、私はそれに似た体験をしながら、映画の中で逆に日常とは一体何か、我々は日常でない、でも七五調で我々はいろんなドラマや文学を作り上げてきた、この七五調の文体で現代語というものとトランスレーションできないか、英語っていうのは言ってみれば七五調に近いんじゃないか、実態は。それを日本語に直すとものすごい違和感があると。すると私たちの目の前に助監督になった時に小津安二郎、木下圭介がいました。1953年、僕は53年に入ったんですけど、その年に小津安二郎は東京物語を作っていました。木下圭介は24の瞳を作っていました。外では黒澤明が七人の侍を作っていました。もう絶対にこいつらの真似なんかするまいと、我々は彼らはもうある撮影所で作れる映画の技術というのはものすごく極めてしまっていると、我々はこれから七人の侍のように東宝株式会社を倒せるような金の使い方なんかはもうとてもできる状態じゃない。1960年前後に僕らはデビューしたんですけれど、日本の映画産業っていうのはこうだったんですね。一番最盛期の昭和33年、1957年ですね、映画人口12億ありました。11億ありました。日本の人口1億ですから、毎月日本人は1本映画を見てるという観客が劇場に行きました。その間に東京オリンピックと天皇皇后が、今の天皇皇后が皇太子の時にご結婚なさった時のパレードが出た時にテレビが中継したんですね。この時に11億のお客が 5億に減ってしまいました。そして1964年の東京オリンピックが出た時にはカラーテレビが日本中に普及して、11億の映画人口が2億になったんです。これを称して社用と言ったわけですね。我々大島吉田たちは脚本を書く田村萌也一人にしてみても、11億入ってたお客が2億に減ってしまったわけですからね。これだったら普通は破産会社になるわけですよ。そこの中で営業として我々は低予算の映画で黒沢や小津がやれない仕事をどうやってやるかと、我々がヌーベルバーグと呼ばれたというのは、いかにしてローコストで短時間で自分たちの映画を作り上げるかと。それはまるでに事件の現場へキャメラを持ってて、そしてニュースで撮影するような、それはフランスのヌーベルバーグがアーカイブの暗い劇場の中で映画を学んでディスカッションしていくぞと、ある意味では同じ境遇の中にいた。我々は社用産業にいたんです。11億か2億へ お客がいなくなるという危急存亡だったんです。ところが テレビが映画を上映するようになってから、我々の収入はテレビ資本と映画を組むようになったわけですね。もっと言いますと、現在の日本映画について東宝と松竹の運命について話します。東宝は元は阪急電車ですね。松岡修造のおじいさんの松岡さんが東宝の社長だった頃、東宝はおじいさんのおじいさん小林久蔵一蔵さんは宝塚を作りました。阪急電車は大阪駅から神戸駅の沿線に電車を引いたわけですけど、その沿線をデベロップするためには住宅地を作る、その住宅地にエンターテインメントを提供しなきゃいけないというので、宝塚とそして梅田に劇場を作ったんです。
東方の映画館は全て劇場のターミナルにありました。一方の松竹は昔は歌舞伎興行をやってたんですね。大谷武次郎、白井松次郎の双子の兄弟は大阪で歌舞伎興行をやってました。二人の名前を取って松竹という名前は松次郎武次郎から取った双子の兄弟が作った合名会社だったんです。これは歌舞伎の興行権を手に入れて道頓堀でやってたんです。すると歌舞伎は道頓堀、江戸は浅草、古い都の盛り場というのは歌舞伎興行の拠点だったんですね。ところが東方は鉄道路線によって巨大な人の移動を可能にしてターミナル駅に劇場ができたわけです。現在松竹と東方の映画観客の動員は1対10ぐらいギャップがあるんです。東方の梅田と築地の松竹では昭和場合にならないんです。もうこれはある意味では日本の近代資本の発達と江戸経済の名残の松竹と、松竹ヌーベルバーグはこの古い古い江戸の町の文化を背負って宿泊したというのは実に皮肉な話。東方は森岩さんというプロデューサーがハリウッド行ったんですね。東方で映画を作る、キルタ撮影所で映画を作るということに命ぜられた撮影所長の森岩さんは、映画というのはハリウッドでプロデューサーが作ってると、グレース・ケリーとケイリー・グランドを並べないと、それで監督をヒチコックにしてスリラー映画を作ると、すると映画に対して資本が降りると、その資本を握ったら監督を誰にするかというのを全部このプロデューサーが決める、プロデューサーシステムだと。1917年からの革命でロシア革命に成功したソビエトは、世界各国がしぶしぶ国家として認めることに10年かかりました。1927年、世界中の芸術家がモスクワに集まってソビエト誕生のお祝いしたと。日本から市川左團次を座長とする放送団を送ったんですね。この時唐崎長十郎がもうくっついていって、彼はそこで共産党にかぶれて前進座を作りますけれど、この時の座長が木戸四郎さんだったわけです。で、木戸四郎は蒲田に大谷武次郎から歌舞伎、これからの現代人に映画を見せなきゃならないから映画撮影所を作るから見てこいと言って行ったら、見に行ったらソビエトは永遠してをはじめ映画監督が脚本企画をやって映画を作ってる。フランスへ行ってももう洒落たセリフを書く脚本家と監督が映画を作ると。だから映画の権限は監督脚本にあるということで、蒲田撮影所ではディレクターシステムで監督と脚本が知恵を絞って映画を作ると。でプロデューサーはそのアシスタントだったけど、ここでディレクターシステムというのを引かれて、それで小津安二郎、五所平之助が生まれ、清水宏が生まれることになった。東方からは山本嘉次郎、黒澤明、ハワイ・マレオ海戦はじめ、ゴジラ、八甲田さん、ものすごい大きなお金で巨大な撮影所、オープンセットを作って、まあ、それが東方の看板になったんですけど、松竹では扉を開けるだけで、開け閉めするだけで、その家族の泣き笑いを描ける小市民の映画ができた。その伝統が山田洋次君に引き継がれたんです。でその伝統を引き継いだ山田洋次君は、我々と同世代でありながらヌーベルバーグと言われなかったというのは、まさしく江戸文化 を彼は引き継いだ。まあ、そこに
松竹がディレクターシステムで、監督が脚本家、アイディア、作家、企画、制作までやってプロダクションを作って松竹を飛び出した。独立プロを作ったのもこの撮影所の小津木下が築き上げた撮影所のシステムでない、もうキャメラを担いですぐ球取りに行くような独立プロへみんな飛び出してしまったわけですね。それがヌーベルバーグ、松竹ヌーベルバーグの特質だと思います。だから3人はそれぞれ勝手気ままにやってて、それで作った映画はみんなそれぞれ違うわけですね。ところがある時銀座でばったりと90歳になりかけた頃の新藤兼人さんに会ったんですね。そうしたら立ち話で、君らの映画、大島や篠田君の映画見てると、もう蒲田時代の小津の映画とよく似てるねっつって切り捨てられてしまいました。大変興味のあるお話が続いているんですけれども、時間の関係もありますので、最後もう一問だけ受け付けてよろしいでしょうか。じゃあ白井さんどうぞ。朝日新聞編集員 OB の白井です。ドルゲ事件に関連して2つ質問があります。1933年に日本にやってきたゾルゲは、まあ、諜報活動をやって、たくさんの日本の、まあ、国家機密とかドイツの国家機密を掴んで、モスクワに送りました。その中で監督は思うに、どの情報がね、最もソ連にとってありがたかったのかと、どういう情報がそうだったのかということと、それからもう一つは、ゾルゲは、まあ、非常にハンサムでね、女性にも優しくて、お金も持ってたと、まあ、そういうことでですね、日本の女性といろいろ関係があって、そのうちに、なんか女の子がね、生まれたという説があるんですが、これは監督どの程度信憑性があるのか聞かせてほしいです。ゾルゲが日本に派遣された赤軍第4部というのは、アジア関係専門だったわけですね。そうすると日本の関東軍がいつシベリア鉄道を占拠してモスクワまで攻めてくるかということが最大の、スパイ活動の目的だったと思うんですね。1941年の2月、奉天を中心として日本は関東軍という70万の関東軍を集めて大演習をやったんですね。まあ、これは完全にゾルゲも尾崎も確認してると思うんですけど、70万を動員して1941年2月に行っていると。その41年の7月2日は御前会議で、日本は英米と戦争する覚悟であると。そして9月7日の御前会議では、10月以降には米英に対して戦線を行うという御前会議が決まっているわけですね。これらの情報は全部西園寺金和氏が握ったと思うんですね。西園寺金和氏はオックスフォードでオルグされて、コミンテル運動の僕はリンケージの中にあったと思います。だから1936年のよそ見て調査会 の会合に尾崎を誘っていると思うんですけど、そこで彼がそれだけ外交的な、この辺の外交顧問になれたというのは、彼は外務省の試験を受けたんだそうですよ、西園寺は。ところが貴族であるために、逆に
外務省に合格するような試験問題に全然対応できなかったと。英語だけはよくできてるけど試験問題に対応できなくて受からなくて、それで古内が外務省顧問に拾って、ところがコミンテンロールのオルグとして日本の中枢の中にいますから、それで尾崎の論文に目をつけて、彼があるいはコミンテンロールからの指令で尾崎と接触した方がいいということが言われたのかもしれません。戦後になってテレビで西園寺金勝氏は私と尾崎との間に何にも隔てはなかったと、彼との間には全て僕は知ってることは全部彼に話してやったということを告白しておりますから、だから実はゾルゲが一番知りたかった日本の軍部並びに天皇の意思というのは西園寺金勝の情報が一番確定的だったと思うんですね。だから尾崎は西園寺との交流関係から御前会議の決定を受けた。それまで日本の国防については治安維持法だけが決められてて、治安維持法に反する反革命反権力運動の首謀者は死刑にまでなるという法律ができてたんですけれど、情報活動でスパイ活動で検挙しても死刑にならないんですね。だから1941年には国防法というのが作られて、それでここに死刑の問題あって、国防法の項目の中に御前会議の秘密は絶対に出してはならないと。西園寺家は皇后を出す天皇家の女系を支える重要な家系だったんですよね。では西園寺金勝氏は実に大胆不敵に尾崎が勤めてる満州満鉄ビル、僕なんか戦後も満鉄ビルっていうのは記憶にありますけど、そこにアジアというレストランがあって、そこで尾崎に会って、それが後に特攻にこうマークされることになるんですけれど、その1941年の7月の2月の監督連っていうのは関東軍特殊演習っていうんですけど、この70万集めたということでソビエトに向かわせるという、そのあれですね、実はフェイントであったわけですね、カムラージュで。それが実はソビエトにしてみれば、日本は70万の軍勢関東軍を満州に集めることによって、日本はソビエトに対する敵意があるということを確認されたと。日ソ不可侵条約を結んでも日本は70万の軍隊を満州に集めるということは、今度ボツダム協定でヤルタ協定やなんかで、それでソビエトが日本に侵入するのは日ソ条約の違反だと言ってるけど、それ以前に日本は犯しているという口実を与える演習になってしまったわけですね。ところが9月7日、ちょっと記憶がないんで、ちょっとノートカンニングペーパーを見させてください。9月6日に御前会議があって、9月7日に西園寺は尾崎を呼び寄せて、それで小引町の桑名という店に呼んでですね、尾崎が日本は日米開戦南方に攻めるか北方に攻めるかまだ決定しかねてるだろうって言ったら、いやもうそれは7月の御前会議から実は決定なんだよと言った。するとそれを聞いた尾崎は宮城に大阪に走らせまして、
そしたら大阪では蚊帳がものすごく大量に注文されていると。もうこれは明らかに南方に行くマラリアの予防のためじゃないかと。それで満州満鉄に行くわけですよ。尾崎は大連行を見てると津軽連隊が本土に向けて出航していくと。完全冬武装の必要な満州から津軽連隊まで呼び出されているということは、これはもう西園寺の御前会議の裏付けするものだということで、ゾルゲは9月20日前後には日本が完全に南進するという確信を持ったと思うんですね。その白井さんにお聞きしたいんですけれど、白井さんもゾルゲ研究をやってらっしゃいますけど、私はエリツィンのゴルバチョフ追放で KGB のアーカイブにあったゾルゲの電報のいくつかが放出しているので、モスクワまで行ってそれ見せてもらいましたけれど、ゾルゲが日本は南進してシベリアのには攻め込まないという伝聞を打った伝聞というのはついぞ見当たらないんですけど、今でもそうですか。そうです。ゾルゲが言ってるだけです。ゾルゲが言ってるだけ、証言で言ってるわけです。資料で書いてますけどね、それを客観的に裏付ける資料は全然ないですね。で、2番目の質問です。女性、日本の女性と関係があって娘さんが生まれたんではないか。あ、そうです、知ってます。それはどうか。ゾルゲを調べた特攻に大橋秀夫さんという人がいまして、でゾルゲが拷問したかしないかというのは戦後になって問題になって、大橋秀夫さんは、私は横浜生まれてモダンボーイで、篠田さんの映画にそのハンチングをかぶって尾崎やゾルゲのところ踏み込むのは嘘です、ソフトをかぶって攻め込みました踏み込みましたって、娘さんから訂正を受けたんですね。もう大橋秀夫さんが亡くなられて、で私のところは一日大橋秀夫さんのお嬢さん嫁がれて名前が変わってるんですけど、やってこられましてね、私今ダンスサークルにいますのって言ってですよね。で、ダンスサークルでとっても綺麗な女性がいるんですけど、その人がゾルゲの娘さんだっていう噂が立ってますと。で、彼女にまだ私は問いただしてないんだけれど、それはほぼ確かなことですと確信を込めて私に言うんですよね。それで八方手を尽くして その女性を追っかけたんですけど、いまだに用として知れません。私の推測では、ゾルゲは麻布十番のちょっと麻布十番 の古川橋のじゃない、あれは一之橋の交差点ありますね、ちょっとソビエト大使館寄りに寄ったところに借家がありまして、洋式の借家の2階に住んでるんですけれど、私はその蓮向かいの青いスタジオというスタジオが私の仕事場だったんですね。青いスタジオの屋上から見ますと、かつてゾルゲがそこに住んでたマンションの跡が見えるんですね。で、それ で私が行ってる青いスタジオっていうのは鳥坂警察署の職員の住宅でもあるわけです。でゾルゲにはれっきとした通いの彼女がいました。まあ、この彼女の話は別において、もう一つ そこに通いの女中さんがいたんですね。
その女中さんに手を出して子供を産ましちゃったみたいで、その人がおゾルゲを調べた特攻の大橋秀夫さんの娘さんのダンスクラブに現れた、世田谷区で現れたということなんですね。で、私はある新聞記者に、これはもう内密でプライバシーに関わることですから、これは内密に調べていただけますかって言っても応答がありません。まあでもそのうちに名乗られて、ある日週刊誌に私はゾルゲの娘だったという記事が載るかもしれません。話題はつきませんけれども、時間が参りましたので、今日の篠田監督の非常に興味深いお話はこれで終わりにさせていただきたいと思いますが、余談ですけれども、先ほど篠田監督とちょっとこの始まる前にお話を聞いたんですけど、このゾルゲの映画はですね、アメリカではハーバード大学あるいはボストンの MIT、 エール大学、ニューヨーク大学で社会と特別授業をやってくれないかということで、監督はアメリカにハーバードのボストンでやりました、はい、エールと。それで、その時にはアンドリュー・ゴードン氏からその後お手紙をもらったり、ジョン・ダワー氏も社会に来て話をされて、相当監督に質問をいろいろされたということで、日本ではドナルド・キーン氏からお手紙を、まあ称賛するこの映画についてのお手紙をもらって、この手紙はですね、丁重な日本語で書かれていまして、現在その公開をした方がいいということで、早稲田大学の演劇博物館に寄贈されて公開されているそうです。ということで、今日本当監督ありがとうございました。誠にありがとうございました。御礼申し上げます。それで今日監督が揮毫していただいた文は、高く心を悟り俗に帰るというふうな一文をお寄せいただいております。これは 僕にはこんな言葉は作れませんで、これは芭蕉が喋ったというのを弟子が書き残した記録にあって、孫引きですね。それではこれからも、まあ、今の時代、戦争と情報という意味ではメディアの役割もますます監督が言われるように大事になってきていると思いますので、よろしくウォッチをしていただいて、何かあればまたぜひお話を聞かせてください。これは当クラブからの記念品です。どうもありがとうございました。